ドライバー、サンフランシスコは UBI ソフトリフレクションズが開発し UBI ソフトから2011年9月6日発売されたオープンワールドのレースゲームである。ヨーロッパでは2011年9月2日に PlayStation 3と Xbox 360及び Unlive から発売され Microsoft Windows は9月27日に発売された。 日本では11月10日に、プレイステーション3と Xbox 360で発売された。体験版は、Xbox Live と PlayStation トワークで8月10日に配信開始された。Wii 版も同日に発売された。ドライバーシリーズ初のセロ12歳以上、対象作品でもある。ゴールデンゲートブリッジ本作は、ドレブ 3R の続編であり。 サンフランシスコ市系の刑事タナーが犯罪者ジェリコを逮捕するまでを描いたゲームである。舞台となるサンフランシスコの街並みはゴールデンゲートブリッジや市北部地域までを含む 20km の道路が再現されており、トランスアメリカピラミッドやピア39、チャイナタウンなどの観光名所も網羅されている。また、マリン群とオークランドといったカリフォルニア州の他の地域も再現されている。 なお、ゲーム上のマップは、Google Earth を使用している。主人公のタナーは、イスタンブールで、ヒットマンのジェリコに銃撃され一時意識不明に、オチルが命を取り留め、ジェリコは逮捕された。後日、サンフランシスコに移送され、同市内の裁判所へご送中に彼は、何者かの助けにより逃走を図り、タナーは、相棒と共に追跡を開始したが大事故に巻き込まれてしまう。 奇跡的に助かった彼は特殊能力シフトを入手する。なぜ自分は助かりシフトを使用できるようになったのか。ジェリコはどのような犯罪を計画しているのか。という謎に戸惑いながら、ダナーはジェリコの追跡を開始した。ステージはオープンワールド型を採用しており、サンフランシスコを自由に移動しながら任務を遂行していく。街中を歩くことが可能だった。 ドレブ 3R やドライバーパラレルラインズとは違い、初代2のように車での移動が基本となる。また、主人公は好きな車に乗り移ることができる回数無制限のシフトという能力がありこれを利用しながら物語を進めていく。メインストーリー以外にもサブミッションやストーリートレースや逃走者をテイクダウンする等のアクティビティが50個あり一度クリア。 すれば何度でも挑戦することが可能。ただし、ストーリーミッションはアクティビティをクリアをし、指定のリワードを獲得する必要がある。キャデラックエスカレードシボレーベルエアー1970年モデルのダッチチャレンジャーゲーム中に流れている音楽は、パインウッドスタジオが担当した。ジェームス・ポンドシリーズのフランチャイズとして知られている、スタジオある。ゲームではライセンスを得た60曲の音楽が、 収録されている。OST の担当者は、リッチ・エイト・キン氏。サウンドトラックは、ファンク、ヒップホップ、電子音楽、オルタナティブ・ロック、ハード・ロックが収録されている。2011年8月10日に、PlayStation 3の PlayStation Network 及び、Xbox 360の Xbox Live、アーケードで体験版が配信された。ありがとうございます。